こんにちは、岡本芳樹です。今日はですね、ゲーム性って言葉についてちょっと触れてみたいかなと思ってます。ゲーム性って何やねんってすごい言われてて、人に説明するのがとっても難しかったんですね。で、ある時空の桜井さん、ゲーム性とはって言って説明をすごい簡単な言葉で説明してくれたんですね。彼がその時に言い換えた言葉とは、ゲーム性とはリスクとリターンのバランスである、ね、でこれ結構有名な言葉にも今ゲーム業界でなってて、大きく張ったのにリターンがちっちゃいって嫌やんって、まあ、ギャンブルと同じなんですよ。一つで言うと、大振りのパンチ、大パンチを出したのにダメージは小、嫌やん、つまりその隙が大きいんやからリスクですね。当たった時はガッツンリターンが欲しい、相手にダメージ与えたいよっていう考え方ですね、まあ、その通りじゃないですか。僕らはもちろんその通りにしてたんですよ。それをリスクとリターンのバランスであるというふうに言語化できてなかった。それをまあその桜井さんに言語化していただいて、おお、この人は本当にすごい人だとその時思ったわけですけども、そういうふうに僕もできる限りいろんなことを言語化していく必要性があると思ってます。リスクを取ればリターンを取るもらうべきだし、リスクがちっちゃければリターンはちっちゃくあるべきだ。これが崩れると、まあ、おかしなことになっていくんですってことです。人生においてもゲームだけじゃなくって、人生においてもやっぱりリスクとリターンを取るところはあるなと思ってます。ゲームはさっき説明した通り、ストリートファイター2でいうと、あの大パンチを打つっていうのは隙が大きくなります。でも当たったら大きなダメージ与えます。でどういうところに使うかっていうと、絶対に確実に当たるところだけにそれを使ってるわけじゃないんですよ。残り時間が少なくなりました。でパッと体力ゲージ見ます。僕の方が負けてます。どっかで大技繰り出さなあかんですよね。これ実際リアルな空手の試合でもそうです。もう判定に持っていかれる、ボクシングの試合でもそうです。もうそろそろ時間切れする、その時にさっきダウン取られてる僕はって言った時にはどうするんだって言ったら、相当がむしゃらに打って出るしかないんです。がむしゃらに打って出るってことはガードは開けてるってことなんですよね。つまりそのリスクとリターンのバランスっていうのはゲームだけじゃなくて、いろんなもんにそのまま応用されてます。株式の投資にしてもそうです。すごい株価が下がってます。買いますか、リスクがありますか、ありませんかみたいな、どんどん下がってる株を買うっていうのは、この会社でもいい会社やもんって言ったって、こう下がってるんですから。でもこの時に買うからリターンが大きいってことですよ。上がり始めた、だから買うんです、だからリターンはちっちゃいんです。どのタイミングでみたいなのは、やっぱり 僕なんかだとゲーム性が高い方がいいので、株だと下がってる時、僕が信じてる会社が株が下がってると、やったと思って、これだと思って突っ込んで、でガン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 と上がって、上がりきる前に手放すようにしています。買う時には下がってる最中やから、まだ下がるかもしれないけど、ここで買ったらこれリスク取ってます。僕はですよ。で売る時はまだ上がってる最中に売る、リターンはちっちゃくなる。だけど上に上がりきって落ちる時はもっと早いんで、ゆっくり上がっていって急に落ちますからね。両方リスク取るのは僕は違うと思ってるんで、買う時リスク取ってるから売る時はリスク取らないって決めてます。だいたいこんなのがゲーム性と言われているもので、ゲーム業界においてはこんな使い方で、他の業種においても同じような使い方ができると思ってますんで、参考にできる方はどうぞ参考にしてください。今日はここまでです。バイバイ。ウォンテッド、ウォンテッド値切りすぎた。こういうことあるんですSee you.